チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんのドリンク紹介、コンビニで買ってきた、エルビー潤う果実いちご甘酸っぱい春の香りいちごドリンク飲んでみたいと思います。1日のビタミン C 入り、1日分のビタミン C 入って出て100ml あたりエネルギー 36kcal、 タンパク質0、脂質0、炭水化物 8.0g、 食塩相当0から 0.07g、 ビタミン C 20mg 入ってる、エルビーのいちごなんとかです。いちごです、はい、で持って帰ってて踏んで車の中でプチュって踏んでこぼれんでよかったわ。原材料は加糖ぶどうといちご果汁、りんご果汁、アロエ、ハチミツ、ケフィア、発酵液、食物繊維、はい、まあ、そんな感じです、はい、では飲んでみましょう。お、綺麗な色。いただきます。うん、想像通りの味かな。甘酸っぱい。昔こんなあった気がするな。箱の紙の味がする。なんかかき氷のシロップ薄めて飲んどるみたいな。嫌いじゃないし悪くはない。でもまあなんか昔懐かしいビニールのチューチューみたいなやつ入っとった駄菓子屋で売っとったあんなドリンクみたいな懐かしい味がするな。平成っ子に聞いてみよう。どう味、うん、笑ってる。砂糖に水薄いね。かき氷シロップ薄めたみたいで、ね、それが近いやろそんな感じ、うん、悪くはないし、まあ、ちょっと甘いかな、甘すぎるかな。100円やって、108円やって、まあ、多くを求めちゃダメです。はい、うん、ね、まあ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 ありでしょう。はいうん、甘すぎて飲みいや今日雨降っててね、うん、頭痛がすごいねんけどもね、 朝からちょっとバタバタしとってね、うん、実はねとんちゃん今日朝ごはんも昼ごはんも食べてないね、なんやかんやで忙しいって。だからなんか食べなあかんねんけど思って、で買ってきたいちごあったからとりあえず飲んでみよう。子供も帰ってきたし、うん、そんなこんなでね朝昼抜きでもええかな。あかんよ、みんなちゃんと朝食べてね。だからみんなと一緒に食べるように、なんか動画朝昼出すからね、うん、ちゃんと食べてね。はい、多分出てると、あ、出てた出てたって思うけど思うやろうけどもね。はいいやでも食べる動画出されへんからさ、一日ね無理に合わせて3食食べるのも、まあ確かに動画主として仕事として食べればいいけど、ちょっと違う気もするしね。まあなんかの動画を上げます、その時間はね。はい、みんなにね喜んでもらうためにあっちゃん頑張ってね動画作ります。うん、まあそんなこんなでね、なんか来たぞ。無駄市内で還付金詐欺が多発まだ還付金詐欺やの。なんか俺年度代わりの時って還付金詐欺言うよね。気をつけてください皆さんも。還付金詐欺、ね、メロンやと思ったらかぼちゃです。それパンプキン詐欺です。はい、まあ、そんなのでもいいわ。はい、還付金詐欺ね、冗談さておき本当にね、何やろ、還付金が返ってくるから、通帳クレジットカードの番号言えとか、絶対ないんでね、暗証番号言えないんでね、気をつけてくださいね。はい
何の話やね。まあそんな感じでね、あっちゃんのねジュース飲んで紹介するだけでは役に立たない、ちょっとでも役に立つ情報を織り交ぜて配信するっていうのが、まあ、あっチャンネルのこれから商品紹介にはしていこうかなと思ってるんだけどね、いかがでしたでしょうか。パンプキン詐欺、じゃあカンプキン詐欺、役に立ったでしょうか。めしいからね、今メール来とってちょっと見ようか、ね、見てもしゃないな、そんなで見ようか違う、切り替わってる。ねと本日午前中、宇田市内で還付金詐欺の予兆電話と思われる不審な電話が確認されています。宇田市役所保険課谷村を名乗る男から7万8000円の還付金がある、銀行の用紙を送っているはずだが返信がないなどと架空の内容の電話がかかってきており、後ほど ATM に操作をさせてお金を返金させるか、手続き料名目で現金振込させる手口の還付金詐欺の予兆電話と思われます。医療費等の還付金で ATM に行って操作をしていただくようなことはありません。電話口お金の話、それは詐欺、不審な電話を受けたらすぐに警察に通報してください。電話口でお金の話を受けたらそれが詐欺らしいです、気をつけてください。はい、ね、まあ、そんな最近ね、詐欺もね手口が巧妙になっとるんでね、気をつけて。でなんかね今多いのがオレオレ詐欺の初歩のオレオレ詐欺、あオレ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 、あのオレやねんけど、事故して今すぐ示談したらええねんけど、示談せえへんかったら俺の車車検機で取ったからあれなんて、何やったかな、車検機出てるから逮捕されんねん、で逮捕されへんねん、示談金払わなあかんねんとかいう典型的な昔のオレオレ詐欺が最近巧妙になってきとるから、そういう簡単な方が引っかかりやすいって、そんなんも出てきてるらしいね。この前テレビで見てんけど、だから還付金詐欺だけじゃなく、そういうねオレオレ詐欺みたいなやつは手口が巧妙になっていった分、また原点に戻ったのもあるんでね、もう原点から変なややこしいやつは全て気をつけましょう。世知辛い世の中です。はい、ということで、今日のあっちゃんの、おやつタイム、いちごの違う、潤う果実いちご、甘酸っぱい春の味わい、1日分のビタミン C、 果汁 10% 未満 500ml 100円でした、108円でした。甘酸っぱくて、なんだろう、まあいちごって言えばいちごやけどね、まあいいんじゃないかな。炭酸入っとったらいいの、これ炭酸で割ったらいいかも分かんない。すごいな外、まあそんな感じでね、またよかったらコンビニ見て飲んでみて、そんなめちゃくちゃ美味しいわけでもないし、すっごいおすすめできるわけでもない。でミルクと割っても美味しいかな、これちょっとミルク持ってこうか、よいしょよいしょ、ミルクを持ってきました。あ、これ美味しい。なんかね、いちごのヨーグルトみたい。うん。これはいけるよ。こっちが美味しいやろ。なんかね、甘くてスッキリはしてるけど、ミルクを入れて正解でした。いちご、なんだ、ウルオ果実いちご、エルビーのウルオ果実いちごにミルク割りでした。ね、こうやってね、何かと何かを足してアレンジするっていうのもありやと思うね。その単体自体で飲むのも美味しいけど、何かまたアレンジするのもあると思うんでね。またよかったらこういうのもやってみてください。コンビニ商材、エルビーの
うるおう果実いちご紹介でした。と、カンプキン詐欺、オレオレ詐欺の紹介でした。くれぐれも詐欺電話には気をつけてください。ではまたね。バイバイ。今日のあっちゃんの、いちごとカンプキン詐欺の紹介、よかったよと思ってくれた高評価を応援コメント、チャンネル登録して、これからも見てくれたら嬉しいです。ではまたね。バイバーイ。